先生こんばんは、私はブラスやオーケストラでドラムをやる機会が多いのですが、おお、なるほど、シンバルの音が刺さると言われています。耳障りでない、良い音を出すコツを教えてほしいです。シンバルは、割とスティックのその圧力が割とそのまま伝わってしまったりするんですよ。なのでスティックを握る力が強くて、スティックにこう力がかかってるとそのままシンバルにエネルギーが伝わるので、こう音が硬くなっちゃうみたいな。で、シンバルってその叩いた後のその余韻、サスティーンがこうニャーンってこう長くなるんですけど、力が入って叩くとその音の余韻が上に上がっていく感じなんですよね。シャーンみたいな、このちょっと力を込めて叩いてみると、叩いた後にシャーンって上がっていってるのがなんとなくわかると思うんですけど、そのままシャーンって上がったままずっと演奏を続けると、音が上がりきったままずっと継続するような感じなんですよね。そうするとなんか耳に刺さる音とか、こう耳が痛い音になってしまうので、これをできるだけ、柔らかくスティックを持ってシンバルを叩くと、この音の余韻がシャーンって下がっていくんですよ。グーって力を込めるとシャーンって上がっていくんですけど、緩やかに叩くとシャーンって下がっていく感じなので、このスティックをほぼ握ってないぐらいの状態で、でこのこっちよりかはちょっと真ん中辺を狙った方が柔らかい音は出るというか、柔らかく当てるようにするとシンバルの音がシャーンって下がっていくので、そのシャーンって下がっていく時のなんかこう丸い音をできるだけイメージしてもらうのがいいのかなと思いますね。これライドシンバル叩く時もそうで、ライドシンバル叩く時もスティックグッて握って連続で叩くと、もう音がどんどんこう高音になっていって耳が痛くなっちゃうみたいな。なので、できるだけこうスティックの持ち手をこう緩やかに持ってもらって、でそのままこのないシンバルの音が出せると思うので、スティックの握り方を緩やかにしてもらうのと、できるだけちょっとね、もしジャーンって狙う場合は、ちょいやや中心ぐらいを狙ってもらうのがいいんじゃないかなと思いますね。